俺のこと知ってんの？やあ、僕はクエスチョンマン。今日はルイ君のあんな秘密やこんな秘密たくさん暴いちゃおう。ということで早速行ってみよう。コウキです。ビヨヨヨン、クエスチョンマンです。誰なお前。君に質問をしていくよ。イエーイ。お前は取るしな。それでは早速ちょめちょめしていきたいと思います。イエーイ。あなたの名前は？山本瑠衣です。誕生日教えてください。5月29日です。星座教えてください。双子座です。何ポイントは？腹。あなたが思う自分の性格は抜けてるんじゃない？他人からは性格をどう言われてますか？やばいって言われる。ズバリ長所は？よく寝る。よく寝る長所じゃねえだろ。ズバリ短所は？よく寝る。似ている芸能人は？斉藤匠。本気に言う。昔一回だけ言う。斉藤匠。趣味は？ゲーム。特技は？ゲーム。好きな人のタイプは？原宿系。芸能人で言うと？有村架純。原宿系じゃない。バカ清掃。カラオケで外せない曲は？バックナンバーのクリスマスソング。どの季節でも歌う。芸能人。有村架純。食べ物。あー、寿司。映画。君の名は？キモ。なんで？動物。犬。ブランド。バレンシア。キャラクター。ドナルド。テレビ。月曜からよく。強化。体育。マイブーム。 PS4 ですね。ゲームですね。無人島に一つだけ持っていくとしたら？船。理由は？帰れるから。何言ったの？言ったよ。嫌いな女子ってどんな女子？自分のこと喋り出すときに、え、うちさーっていう人。嫌いな男子ってどんな人？俺さーっていう人。一緒や。ペット飼ってる？実家にいます。何飼ってる？チワワとポメラニアン。もしも透明人間になったら？世界滅ぼすかな。透明なだけで。もしも願いが一つだけ叶うなら？魔法使いになりたい。占いって信じる？信じません。自己 PR をどうぞ。こういう人間なんで、よろしく。これ大丈夫っすか？どういう意味？めちゃめちゃ思わないけど。自分で言うの？大丈夫っすか、先輩。いや、そんなこと言われてもいいよ。ほんと面白くなるはずなんだよ。他の YouTuber の人とか見たけど面白かった。どうするんすか？無力か。提案しろなんか。どうするんすか？これどうすんの？どうすんの？いや、何、どこに書いたの？交代や。クエスチョンマン？交代やで。頼むわ、ほんまに。なんで俺なんだよ。どうも、クエスチョンマンです。じゃあ質問していきます。イェーイ！チャームポイントは？猫。外見はどんな感じ？豚。星座と血液型を教えてくれ。カメムシのノコギリ。ムール貝は好き？ちょっとだけ。なんで聞いたんだ。似ている芸能人は？陣内智則。似てないよ。好きな人のタイプは？腎臓に。もしも願いが一つだけ叶うなら？足の匂いを何とかしたい。楽しい？なんだそれ。それなりに楽しいよ。生きてる価値ある？本当に書いてある。わかりません。生きがいを教えて。じゃあこれ最後の質問ね。はい。無人島に一つだけ持っていくとしたら？罪。